こんにちはヨガ講師のタカです。皆さんの中で悩みや苦しみを感じたことがない人っていますかいませんよね。人間である以上悩みや苦しみはつきものです。じゃあ僕たちはね、どんな時に悩んだり苦しんだりするのか。ヨガの教えによると僕たちは宇宙や自然のパワーと調和していない時宇宙や自然のリズムと調和していない時に苦しむと言います。いや、確かにそうですよね。僕たちが今住んでいる文明社会。 文明社会なんていうのは完全に宇宙や自然のリズムを無視したような社会ですからねだからね僕たちの周りには悩みや苦しみがもう蔓延しているんですよだけど大丈夫ですよもう間もなくですよそんなね宇宙や自然のリズムを取り戻しやすい日宇宙や自然のパワーと調和を取り戻しやすい日が訪れますだからこの日に何もしないで他の日と同じように無意識に過ごしちゃうともったいないんです 何もしなければ、宇宙や自然のリズムを取り戻すことができないんです。だからね、今回お伝えすることを、ぜひこの特別な日にあなたが実践することで、あなたの体と心がね、浄化されますからね、ぜひ最後までご覧ください。僕たちは、この惑星の動きによって様々な影響を受けています。この惑星の動きというのは、当然宇宙のパワーであり、自然のリズムです。で、中でも一番影響を受ける惑星は、当然、 地球ですよねそそうですよねだから地球というのは傾きながら一日に一回回りながらだから傾きながら自転しながらそして太陽の周りを1年365日かけて回ります。これ当たり前ですよ、ね、だけどこの地球の動きによって僕たちはさまざまな影響を受けますよね、うん。例えばこの地球の動きによってある時は太陽が出ている時間日照時間が短くなって寒くなって冬になる。 逆にある時期は太陽が出ている時間が長くて暑くなって夏になるこの宇宙のパワーである太陽のエネルギーというのはとてつもないんですよ太陽のたった1時間のエネルギーはなんと1年間に世界中で消費されるエネルギーよりも多いんですよたった1時間ですよそんなとてつもない太陽のパワーによってね僕たちの体と心はさまざまな影響を受けています太陽のパワーが一番強い夏 と太陽のパワーが弱い冬これは僕たちの体どうかというと当然冬の方が風邪ひきやすいですよね調子悪くなりやすいですよねこれ太陽のパワーの影響ですこの太陽のパワーは僕たちの心にも影響します日照時間が短い冬にだけ発症する冬季うつ病というのがあります日照時間が短い地域は他の地域に比べるとうつ病の患者数が多いんです例えば日本だと残念ながらねここ北海道は他の地域に比べると うつ病の患者数ね多いんです世界だと日照時間が短い北欧の国々は他の国に比べるとうつ病の患者数ね多いんです皆さんはどうですかやっぱり曇りの日だとか雨の日よりも太陽が出ている晴れの日の方が気持ちよくないですか元気もらえそうじゃないですかそんな僕たちの体や心にものすごく影響している宇宙のパワー太陽のパワーがなんとニュートラルになる日がありますそれがそうです 春分の日と秋分の日です春分の日と秋分の日は必ず太陽が真東から昇りそして真西に沈んでいきますこれね冷静に考えたらすごいことだと思いませんか365日のうちたった2日間必ず太陽が真東と真西を通るんですこれは奇跡的なことだと思いますよそしてねこの春分の日と秋分の日は太陽が出ている 昼間の時間と太陽が出ていない夜の時間がほとんど同じになるんですこんな日がですよ365日のうちたった2日間あるんですそして必ずそうなるんですだってこれこれもね僕はすごいことだと思いますよ1年のうち2日間は必ず昼と夜の長さが同じになるだって1年のうちのほとんどは太陽のエネルギーが弱い時か太陽のエネルギーが強い時しかないんです たった2日間だけ宇宙のパワー太陽のパワーがニュートラルになる日があるということですいいですか皆さんこれから間もなく訪れる春分の日というのはね特別な日なんです昼と夜の長さがほとんど同じになる日宇宙のエネルギーである陰と陽のバランスが整うという宇宙の特別なイベントが行われる日なんですこの宇宙のイベントが行われる日は1年365日のうちたった2日間しかありません。 三百六十五分の二、つまり百八十二分の一です。春分の日というのはね、百八十二分の一の奇跡の日なんです。この宇宙のイベントが行われる特別な日を、他の人と同じように、普通に無意識に過ごしちゃうのはもったいなさすぎます。 だって皆さん例えば大晦日だとかお正月は他の人同じようには過ごしませんよね。だとしたらこの春分の日というのは地球が太陽の周りを回ることによって起きるイベントつまり宇宙の流れに基づく特別なイベントの日だからですこんな宇宙の流れに基づく特別な日を大切にする人とそうじゃない人。 どちらが幸せになれると思いますか僕たちはね宇宙の中にいて宇宙の一員なんですよ。そうするとね宇宙の特別な日を大切にする人の方が当然宇宙の流れに乗っかることができます。宇宙から応援されます。宇宙と調和することができて当然幸せになれるんです。悩みや苦しみがだん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 なくなっていくはずなんです。とても大切な日ですからね春分の日。じゃあそのの春分の日を どのように過ごすと宇宙のリズムと調和することができるのかこちらは僕の友達のソランキ・マハビルさん。古代のヨーガの教えに基づくインド先星術鑑定士です。インド先制術というのは惑星の動きが僕たち人間にどのように影響するのかということを数千年間にわたって研究分析されてきたその結果に基づく先星術です。なので、 マーベルさんは宇宙の流れや宇宙のイベントが僕たちにどのように影響するのかを読み解く、専門家だと僕は思っています。そんなマーベルさんにこの宇宙のイベントが起きる春分の日。 どのように過ごすと宇宙のパワーと調和しやすくなるのかを聞いてきましたぜひその予想をご覧くださいただ申し訳ないんですけど僕のミスでマーベルさんの音声に雑音が入ってちょっと聞きにくいのですがもしよかったらご覧ください日の出の前に起きるのは日の出の前の2時間前に起きるのはそれいいと思うんだけどあ<ー>まあそうっうさ神様、うん、でさ、うん、出会わせとかさ、うん、ねその日に、うん できれば、まあ、ちょっと肉、魚、卵少なく食べるとかなるほど神社でもいいし寺でもいいし教会でもいいし、食べ物に手合わせとかあるいは自分の家の中の水なんてもかまわないのであれはなかったら、うんね、太陽にさ、うん、手合わせとか、うん、夜はおチペーション合わせとか、うん、結果的に、ね、我々が目に見えてるのは、ねうん、毎日目に見えてるのはおさ様と太陽しかないんじゃない、うん マーヴィルさんからね教えていただいた春分の日にやるべきことを一つずつ解説していきたいと思います。まずは皆さん春分の日日の出の2時間前に起きてください。2時間前ですよ。だから例えばね東京だと3時45分ぐらいです。いや、早いですね。なんでそんなね早く起きなきゃならないかというとヨガの教えでブラフマムフルターというのがあります。これブラフマムフルター。1日の中で 神聖な時間帯とということですブラフマムフルタというのはねブラフマーというのは創造神ムフルタというのは時間帯ブラフマムフルタは創造神の時間帯ということですこのブラフマムフルタと言われている神聖な時間は日の出の96分前です。一日の中でねこの日の出の96分前はもう意識がねものすごく研ぎ澄まされる。だって創造神の時間帯ですからね なので日の出のね96分前にはこう瞑想したり神様に手を合わせてね拝むということが大切になりますもう意識がね神様だとか宇宙とね同調しやすいんですよでただね急にだから96分前に起きて瞑想したり手を合わせられないですもんねだから2時間ぐらい前に起きてその日の出前のね96分に備えて 意識を少しこうきちんとしておいてで日の出の九十六分前に瞑想したり神様にお祈りを捧げるそうすると僕たちが宇宙や神様と同調しやすくなります意識が、ね、ものすごく浄化されますめちゃめちゃ早く起きなきゃならなくて大変ですけども、まあ、年に二回しかないことなので特別な日ですから頑張って二時間前に起きるのもいいかと思いますただねほとんどの人はきっと無理ですよね 僕もね2時間前には起きないいと思まますよ、まあこのねブラフマムフルタと言われている日の出の前の96分前の神聖な時間というのはこれはっきり言ったらプロのヨガ行者本気のヨガ行者が大切にしている修行のために大切にしている時間なのでまあ僕たちのようなね一般の人はこれ結構ね無理な時間帯この時間に迷走するのは無理な時間帯だから僕たちみたいなね一般の人はこのブラフマムフルタに変わる時間帯は 日の出の時間です日の出の出時間あるいは日の入りの時間ですだからこの時間にねお祈りを捧げたり瞑想する日の出と日の入りに僕たちは瞑想したりお祈りを捧げましょうねでは次です春分の日はできるだけ肉魚卵は少なめにした方がいいと思いますできればね食べない方がいいと思いますなんでかというとね春分の日は陰と陽のバランスが取れる日宇宙の陰と陽のエネルギーのバランスが取れる僕たちの体もそうですそうすると何が起きるかというと 浄化が起きるんですよ浄化、ね、だせっかくね浄化が起きてる時なので体もねきれいに保っておく方が効果的ということですだから肉魚卵はなるべく食べない方がいいのとできればね断食した方がいいと思いますよ断食ねまあ断食が大変であればねまあ僕なんかはねこれを食べようと思ってますねリブレフラワーですよ次ですできれば神社だとか寺院や教会等に行ってお祈りを捧げましょう まあ、それが無理であれば、もし家に神棚とか仏壇があるんであれば、手を合わせましょう。もし神棚とか仏壇がないのであれば、お天道様やお月様に手を合わせましょう。これね、僕はものすごく大事だと思います。なんでかというとね、やっぱりね、春分の日というのは。宇宙の流れで起きる宇宙の特別なイベント。だ、今日ね、お話しした通り、本当に奇跡的な日なんだよね。春分の日というのはね。 昼の長さと夜の長長ささととと夜がほんんんど同じにににななりりまますこんなここはは僕たち人間には絶対にできっこありませんつまり春分の日というのは僕たち人間なんかにはできっこないような偉大な神聖なパワーを感じることができる日僕たち人間や宇宙を支えてくれているようなパワーはっきり言ったらも神様のパワーを感じることができる日。 特別な日なんですこんな特別な日こそ僕たちを支えてくれているようなエネルギーに感謝を捧げるべきそうすると僕たちは宇宙の流れに乗ることができる宇宙から応援されることができるようになる僕たちが幸せになることができるということです最後にそんな特別な日だからこそぜひ皆さんにお勧めしたいことがありますそして春分の日にぜひ皆さんと一緒にこれをやってみたいと思います それは、瞑想です。今ね、ねコロナウイルスで世界中が大変です。コロナウイルスの影響でね、ね世界中にネガティブなエネルギーが蔓延しています。春分の日というのは、僕たちが宇宙と調和しやすい日です。そんな日に、一人でも多くの方と同じタイミングで瞑想することで、このネガティブなねエネルギーが蔓延している世の中に、何かいい影響、いい波動が広がればと思います。 平和なねエネルギーが広がればいいなと思っています。なので、春分の日、同じタイミング、できれば、日の出と日の入りの時間に瞑想してみましょう。この日の出と日の入りの時間は、まあ、日本、縦長ですね。だから住んでいる場所によって違うとは思いますが、皆さんが住んでいる日の出と日の入りの時間でいいと思います。その太陽というパワーが昇ってくる時間ですからね。そして日の入りの時間。 太陽のパワーがなくなっていく時間。この時にね、ぜひ一緒に瞑想してみましょうね。今日も最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。オムシャンティ